教えて兵庫。おはようございます、ダイソーミスクリです。今回のテーマは交通安全、県民みんなで事故をなくそうということで、県内の交通安全についての活動をいろいろとリポートします。まずやってきたのは高砂市にある播磨高齢者講習専門校。現在70歳以上のドライバーには運転免許更新前に高齢者講習が義務付けられています。こちらは全国初、去年6月に開校した高齢者講習の専門校なんです。高齢者講習っていうのはどういったものなんですか？満年齢が70歳になる人だから69歳、まあ誕生日来てなくても69歳の人も高齢者講習、2時間の講習ですね、それを受けて、でその修了証明書を持って免許の更新に行けます、その修了証明書を持っていくと、もう講習はありません、免許証出来上がるのを待つだけ、年々高齢ドライバーが増加しているため教習所では予約が取りづらくなっています。そこで高齢者講習を専門に行うこの施設が受講待ち解消の役割を果たしています。75歳以上になる人は認知機能検査、それを受けてその結果に基づいて講習。認知機能検査では16枚の絵を見た後それを思い出して名前を書くなど記憶力や判断力が試されます。検査の結果によって2時間もしくは3時間の講習を受講します。光圀さん、実車指導に同乗させていただきました。はい、右から車を来ようか、よく見てくださいよ。はい、ここではね、何するかって車庫入れします。はい、入りました。はい、右に行きますよ。高齢者が陥りがちな運転の癖などのアドバイスを行います。これは正面玄関ね。実車の後は録画した映像を見ながら安全な運転ができているかの確認をしていきます。この黄色いボールね、これ、当てんように言うたね、ここはね、こっちで車線に出なあかんのでね、指示器がいります。障害物を想定したね、避け方にさせてもらうんだけどね、指示器とね、確認がいるんですね、はい、これがね、中央車線なんです、これね、ちょっとこっち寄ってない、ほら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 、画面で見てもたら自分の癖いうのがね、流れの癖が、この間ちょこちょこ出ようかなということで、そうやな、日頃は自分の運転のね、参考にしてください。おかげさんで体験させていただきました。どうも。高齢のドライバーさんですね、気をつけていただきたいことってどういうことですかね？アクセルとブレーキの踏み間違いとか、これとか交差点で左右を確認しない、そのまま交差点の中に入ったりする、もう事故に直結しますからね。特に駐車場なんかでね、アクセルとブレーキを前進後退してそれを繰り返すうちにね、間違えたりしますんでね、その辺も注意してもらいます。続いては自転車の交通安全について、何かね、ユニークなものがあるそうなんですけども、あ、ここですね、安全だワンファミリーね、ルール君、かわいいですねこれね。じゃあ行ってみましょう。やってきたのは兵庫県交通安全協会。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。これですか、これ何ですか、これこれは自転車シミュレーターと言います。自転車シミュレーター、はい。自転車のルールを学びながら危険な場面を模擬体験することで危険予測能力を高めることができるんです。自転車発進する際には必ず右側、バイク、車が来るものです。必ず後方確認してからスタートになります。車基本ですからね、これね、自転車の時にそういうことですね、はい、それでは光圀さんスタート。後ろの安全を、あ、必ず走る際は後ろ確認、そっか、言わせてなかったな、はい、はい、こちら止まりの方がありますよ。危ない危ない、止まってください、はい、はい、自転車も車の仲間、一時停止の標識があるところでは必ず止まるようにしてください。はい、曲がるんですね、はい、危ないですね、よく止まりましたね。交差点付近ではこういうことが十分考えられますので、はい、ゆっくり進んでください、はい、歩道を走る場合にも歩行者が最優先になりますので、はいはい、歩道の車道寄り側を徐行、はい、というふうに法律で決まっております。商店街ではこういうふうな場面ですね、人がいっぱいいるときは、
降りていただいて、そうですね、安全のタイミングを押していただくことがいいと思います。店街等で人が多くいるところは歩いてください。はい、また、おばあちゃん、危ないよ。おばあちゃん、止まってください。こういうことがあります。リアルやな、これ。商店街では、自転車進入禁止の標識があるところでは乗ることできませんので、押して歩くようにお願いします。はいはい、そうですね。信号は信号ないですもんね。信号がなければ、左右の安全確認していただいて、はい、右折をお願いします。はい、後ろの車に注意しましょう。そうですね、後ろを確認していただいて、安全に気をつけて、こちらで終了となります。お疲れ様でした。僕、何しに来たんですかね、ここに。買い物に来ました。買い物だ、ね、買い物に。あ、そうです。はい。はい、最後は安全な走行ができたかどうか項目ごとにチェックが入ります。こちら評価、はい、あれなんかペキあるよ。そうですね、はい、1つ×がついております。あの下りが、そうですね、ブレーキをかけてもらい安全な速度で走行するようにお願いします。そうでしたね。今は商店街に行っていただいたんですが、はい、学校に行ったりだとか、塾へ行ったりだとか、小学校、高校等にですね、こちらを使用して安全教室を行っております。自転車の事故ってどうなんですか、多いんですか。はい、兵庫県内では人身交通事故の約4分の1が自転車が関係しております。はい、件数で言いますと令和2年中で約1万7000件の人身事故が発生しているのですが、そのうちの4300件に自転車が関係する事故となっております。結構な割合ですね。最近やったらね、スマホを見ながらのこのながら運転とは、これも絶対やったらいけませんよね。はい、スマートフォンを見ながらの運転、また手に持って通話しながらの運転、これはやめてください。はい、その他には大音量で周囲の音が聞こえないような状況でヘッドホンをつけて走行すること、はい、これも大変危険な運転になりますのでやめるようにお願いします。自転車って免許も持ってないからね、気軽に運転できますけども。その通りなんです。車と一緒ですからね。そうなんです、その通りです。はい、自転車も車とバイクと同じ車の仲間になっております。はい、安全な利用を心がけていただきたいと思います。はい、もう本当肝に銘じます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。主要な交通機関である鉄道でも安全の取り組みが強化されています。駅の安全性を高めるために設置されている昇降式のホーム柵、最近よく見かけるようになりましたよね。じゃあの昇降柵なんですけども、はい、効果出てますか。お客様が転落されたり列車と接触するような事柄が起こってなくて、あの効果出てると考えてます。はい、あー、ホームの安全確保するには一番効果的な設備だと思ってまして、今後設置を拡大していく予定でございます。はい、こちらは、はい、これは非常ボタン、運転士にホームで何かあったよということを知らせてくれるものでございます。はいはい、運転士が非常ブレーキをかけますので、はい、お客様が躊躇せずに使っていただければ、はい、ありがたいです。非常ボタンって1個だけかと思ったら結構ついてますね。そうですね、各ホームにおよそ20メートル間隔で設置されています。さらにホームのベンチが線路と垂直になるように設置されているのにも理由が。お酒を飲まれたお客様がベンチから立ち上がってまっすぐに線路に落ちるっていうことが多かったので、お客様がお酒を飲まれた人が立ち上がっても線路側に向かわないように垂直にしてます。はあ、なるほどね。はい、なかなか立ってこう垂直にこういかないですね。そうですね。ああ、なるほど。ホームの端をなぞるように書かれた赤色のラインにも、視覚的に人が危険だと思われる色を使うことで注意喚起する。あ、そういうちゃんとした目的があったんですか。はい、防消しで危険人物やったわかりました。はい、赤色はそういうね、赤色、はい、危険だということで駅のホームはね必ず皆さん利用されると思うんですけども、お客様になんかアドバイスとかございますか。黄色い点字ブロックを含めてこうホームの内側をご利用いただきたいということです。点字ブロックより線路側に人が入っていると列車が発車しない可能性もありますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、他にも神戸市では駅前照明の増設やLED 化を進めており安全性を高めています。今日は車、自転車、駅のホームとそれぞれの安全についてですね、ご紹介いたしました。私たち一人一人がですね、交通安全へのこの意識を高めて事故のない世の中にしていきたいもんですね。これくらい大丈夫やっていう気持ちは気持ちですよ。